総勢20名によりますこの火縄銃鉄砲隊、数揃いにたくてたくさんの火縄銃が披露することになりました。数々の練習を踏まえ、そして本日のこの八幡神社の鉄砲祭りに備えてきたわけでございます。大きく5つの打ち方を披露いたします。一斉に最初と最後に行きます。2回目に鶴瓶と言って1人ずつの発射、そして3段、これはグループごとに打ち方を始めます。そして逆3段と言いまして、逆から今度は3段でグループごとに打ちます。最後は一斉に全部揃っての鉄砲隊の打ち方でございます。さあ、前の方に押さないでくださいね。押さないようにしてご覧ください。それでは黒沢大作隊長率いる火縄銃保存会の皆さんの演舞が始まります。打ち方が一斉に火縄銃を放ちます。隊長の放てという合図、この合図で一斉に火縄銃をが重たみまして、一斉に銃が撃たれます。数多くの練習を積み重ねましての演舞でございます。打ち方方向につきましては東側に向いております。東側の方向に一斉に避難所が放たれます。はい、一斉に構えております。隊長の指示を、はい、拍手。隊長の指示に従いまして、放ての合図で一斉に軍事長の火縄銃が火をつけます。
飯田八幡神社の鉄砲祭り。鉄砲を中心にした祭りというのは数少ないございまして、九州の種子島の鉄砲を伝来に最初めてのお祭り、そしてこの関東の埼玉県のこの小川祭り、飯田八幡神社の鉄砲祭り、この祭りしかございません。鉄砲を中心にした祭りというのは大変珍しいものですね。次に、比べておきます。各一人一人の比べが火を吹きます。次に披露するのは三番と言いまして、各グループごとの披露でございます。各グループの三番と言いましての披露でございます。さあ、ここで各3グループに分かりましての打ち方でございます。次に逆算と言いまして、今の打ち方の逆打ち方を披露いたします逆三段の話でございました。さて次は最後の演舞、一斉に決まりが話されます。会長に注目をいただければと思います。あの右手に乗った赤い棒、この棒が下がった瞬間にシナジーが放たれます。
誠意に気を申しました。ご協力ありがとうございました。島中鉄砲隊の保存会の皆さんでございました。